ら、どうして教練員の近くにあなたがいるのかしら。実はさっき黄門から出てきたばかりなの。ジュライセン先生や何人かの兄弟子、それから以前一緒に研究していた人たちが集まって、久しぶりに会っていたのよ。時間が過ぎるのが本当に早かったわ。みんなの様子を見るに、とても忙しいみたいね。私は、確かにちょっとのんびりしすぎていたようね。あの人たちからしたら、羨ましいことでしょうけど。ひとまず、太らないようにしなきゃいけないから、来月はケーキを食べるのを控えようかしら。あら、どうして教練員の近くにあなたがいるのかしら。そうよ。そしてここを歩いてたら、あなたと出会ったの。ジュライセン先生や何人かの兄弟子、それから以前一緒に研究していた人たちが集まって、久しぶりに会っていたのよ。時間が過ぎるのが本当に早かったわ。みんなの様子を見るに、とても忙しいみたいね。私は、確かにちょっとのんびりしすぎていたようね。あの人たちからしたら、羨ましいことでしょうけど。ひとまず、太らないようにしなきゃいけないから、来月はケーキを食べるのを控えようかしら。